どうもアガポニです。今回はストーリー中にキングクイーンとして登場したポケモン、バサギリ、ドレディア、ウィンディ、バルマイン、クレベース、この5体を手に入れる方法の紹介です。それでは早速いきましょう。はい、まずはバサギリから。バサギリは直接野生で出会うことができないポケモンになってます。なのでどうやって手に入れるかというと、進化前のポケモンであるストライクを捕まえて進化させるという方法になります。でストライクがどこにいるかというと、黒曜の原野の巨木の戦場で、マップで言うとここですね。というわけでまずは捕まえます。この場所にはこんな感じで親分のストライクもいるので、捕獲できれば親分バサギリとして進化できます。なのでどうせならね、親分のストライクを捕まえておくといいかと思います。で捕まえた後は進化させるだけなわけですが、進化方法はアイテム黒の奇跡を使うというものになってます。で黒の奇跡がどこで手に入るのかというと、これに関してはいろんなルートがあるんですが、一番確実な方法としてはサブ任務68方向音痴にノーズパスをの報酬ですね。このサブ任務はですね、発生条件が少しややこしいんですが、まずサブ任務46海岸ベースの設営をクリアして、さらにノズパスを図鑑に登録していって、かつメイン任務を危ない山登りまで進めていると、銀河団本部1階博士の部屋にある黒板で受注できるようになります。ちなみに図鑑登録というのは1匹捕まえるということですね。見かけたりとか倒すだけでは図鑑登録されないので、必ず捕獲する必要があります。でノズパスは天眼の山麓の太古の洞穴付近、マップでいうとこの辺りにいますね。捕まえた後は山麓ベースにいるカエに話しかけます。でこの後カエは迷いの洞窟に移動するので、同じように移動して、でもう一度話しかけてノズパスを渡すと、これでサブ任務達成で黒の奇跡が手に入ります。その他の方法としては、ガチグマライド中に地中探しとか、ゴロンとのバトルの後にランダムで手に入るとか、時空の歪みでランダムで拾えるみたいな方法がありますね。ただどれも確率によるものなので、1個も持ってなくて確実に狙うのであればサブ任務達成が早いかと思います。で黒の奇跡が手に入ったらストライクに使うとバサギリに進化します。次はドレディア。ドレディアも直接野生では出会えないポケモンですね。なのでバサギリと同じように進化前のポケモンから進化させる必要があると。で進化前のポケモンはチュリネで、どこで手に入るかというと、グレンの湿地のケアリの草原ですね。マップでいうとここになります。でまずは捕まえます。この場所には親分のチュリネがいる場合もあるので、いた場合は親分を捕獲しておくといいかと思います。で捕まえた後は進化させるだけなわけですが、進化方法はアイテム太陽の石を使うというものになってます。で太陽の石がどこで手に入るのかというと、これもいろんなルートがあるんですが、サブ任務68お気に召しますの軒下はの報酬でもらえます。でこのサブ任務はですね、チリーンを図鑑登録して、かつライドポケモンとしてのウォーグルを手に入れた後に、銀河団本部1階にある黒板から受注できます。その後は寿村牧場付近の民家、ここにいるね磯という人から話を聞くことで、チリーンが気になる軒下を探していくことになります。このサブ任務はいろんな場所に移動しないとならない任務になっているんですが、メニュー画面からねガイド設定しておけば行き先が分かるようになるので迷うことはないかと思います。ただこの任務は夜だと進まないので、そこだけ注意ですね。でサブ任務を達成すると太陽の石が手に入ります。
その他の方法としては、ことぶき村の交換屋のサモンとフレンドリーポイントで交換、ガチグマの地中探し、時空の歪みでランダムで手に入るといったものがありますね。この交換屋で必要になるフレンドリーポイントというのは、フィールドで他プレイヤーの落とし物を拾ってその報酬を受け取るときにもらえるポイントになってます。フレンドリーポイントの詳しい内容については以前の動画ゲンガーの入手方法で説明しているので、必要な場合は参考にしてみてください。説明欄にリンク貼っておきます。で、太陽の石が手に入ったらチュリネに使うとドレディアに進化します。次はウィンディ。ウィンディもね、直接野生では出会えないポケモンなので、進化前のポケモンから進化させる必要があります。で、進化前のポケモンはガーディで、どこで手に入るかというと、群青の海岸の風さらしの森で、マップで言うとここですね。で、まずは捕まえます。捕まえた後は同じように進化させるだけですが、進化方法はアイテム炎の石を使います。で、炎の石がどこで手に入るのかというと、ことぶき村の交換屋のサモンとフレンドリーポイントでの交換が早いですね。その他の方法としては、時空の歪みでランダムで手に入るといった感じになってます。で、炎の石が手に入ったらガーディに使うとウィンディに進化します。次はマルマイン。マルマインも直接野生では出会えないポケモンなので、進化前のポケモンから進化させるという手順ですね。で、進化前のポケモンはビリリ玉になってます。どこにいるかというと、天眼の山麓の祈りの広場で、マップで言うとここですね。なので、まずは捕まえて、で、進化方法としてはアイテムリーフの石を使うというものになってます。で、リーフの石がどこで手に入るかというと、これもことぶき村の交換屋のサモンとの交換が早いですね。その他の方法としては、フィールド上にある葉っぱの塊からランダム入手か、時空の歪みでランダム入手といった感じになってます。で、リーフの石が手に入ったらビリリ玉に使うとマルマインに進化します。最後はクレベースです。クレベースに関しては、野生で捕まえることができるポケモンになってます。で、どこにいるかというと、純白の凍土のクレベース氷塊で、マップで言うとここですね。団員ランクがね、9くらいあれば、バトルなしでの直接捕獲もできたりします。その場合、隠れる場所がないので、まずはひそやかスプレーを使います。さらに目隠し玉で隠密行動しやすい状態を作って近づいていくと、で、背後からギガトンボールを当てることで成功率を上げられると思います。とはいえ、これでも 100% になるわけではないので、捕獲できなかった場合は何度かチャレンジする必要がありますね。あとは無理に捕獲しなくても、進化前のポケモンカチコールを捕まえて進化させるという方法もあります。進化条件は単にレベルを37以上にするというものなので、他のキングクイーンポケモンに比べて楽な条件になってますね。はい、以上がキングクイーンポケモン5体の入手方法となります。進化アイテムがね、全くない状態で全て揃えようとすると、なかなか骨が折れる感じではありますが、一体一体はそんなに大変な条件にはなっていないので、少しずつ進めれば手に入るかと思います。図鑑の完成にも必要ですからね。はい、この動画少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。